いただきます。はい、いらっしゃいませ。ザンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はエプロンしておりますね。夏目友人帳のにゃんこ先生のエプロンね、ちょっと4月に予約始まりまして、これ買わなきゃと思ってね、買いまして、やっと届きました。ってことで本日はですね、調理っていうかね、まあ調理ってほどでもないんですけどね、本日はね、辛い、めっちゃ辛いカレー食べていこうと思います。本日ご紹介する商品はグリコの D 辛さ30倍です。こちら夏季限定でね、販売されておりまして、今朝ね、ファミリーマートに寄りました。ちょっと見つけちゃったんでね、これは食べなきゃと思って買ってまいりました。ということで早速ね、温めていこうと思います。チャンネル登録してね。はい、それではね、早速いただこうと思います。20倍まではね、確か食べたことあるんですけど、30倍はね、確か食べたことなかったんですよね。神出雲唐辛子しようってことでね、どのくらい辛いんでしょうね。いただきます。おっ、スパイスの旨味がすごいですね。でね、やっぱりね、舌が結構ヒリヒリしますね。これね、ただ辛いだけじゃなくてね、スパイスの旨味がしっかりしたり、これね、ただ辛いだけじゃなくてね、スパイスの旨味もしっかりと効いてるんですよね。だからね、ほんと辛うまって感じですね。でね、このスパイスの辛みと言いますとね、お腹の中が熱くなってくるんですよね。これもね、お腹の中熱くなってまいりますし、この唐辛子の辛さはね、口の中でヒリヒリしますんで、口の中もお腹の中もですね、熱くなってくるような感じですね。これね、やっぱ30倍というだけのことございまして、結構辛いんですよね。だからね、暑い日とかには最高でしょうね。これほんと口の中もお腹の中もカカカカきますよ。はい、完食いたしました。チャンネル登録してね。はい、ということで江崎グリコの D 辛さ30倍、辛いものがお好きな方はですね、ぜひお試しいただければと思います。こちらね、毎年夏限定で発売されておりまして、今年もね、夏限定で発売されております。お近くのコンビニやですね、スーパーに売ってるかと思いますので、辛いものがお好きな方はですね、ぜひこの夏挑戦してみてくださいね。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。これね、ほんと辛いですね。スパイスの辛さもきますし、唐辛子の辛さ、ダブルの辛さがきますんで、口の中もお腹の中もカッカカカくるような感じですね。でね、このグリコさんキャンペーンを行っておりまして、このリーをね、30個買ったらですね、辛さ50倍のがもらえるってことでね、今悩んでおります。30個買って応募しようかな、どうしようかなって感じでね、感じで、よろしければですね、こちらのリーの30倍お試しいただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それではだんだんだ。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。てか絶対チャンネル登録してよね。それではだんだんだ。